3月30日、川崎市宮前区のフロンタウン鷺沼で、中学生を対象にしたフットサルクリニックが行われました。これは宮前区とフロンタウン鷺沼がスポーツの普及を目指す活動の一環として開催しています。今回は区内在学の中学生36人が参加しました。スローインじゃなくてキックインね。講師の指導のもと、スローインがないこと、コーナーキックなどは4秒以内にボールを蹴らなければならないなど、フットサル特有のルールを学びます。ドリブルやシュート練習の後、参加者同士でチームに分かれ試合を行い、90分のクリニックを終えました。今回こういう貴重な体験させていただいたんですけど、皆さんとても楽しそうにやれてたんで、僕とても嬉しかったです。ありがとうございました。サッカーと似ているところが楽しいと感じました。時間のない中でこんな体験を開いてくださったのが本当に嬉しいですし、これからにつながるような練習になったと思います。部活では学べないこととかがたくさんあってよかったと思います。いろんな環境だったりとか、新しい学年が変わる時期で難しいところではあったんですが、まず自分自身で考えてプレーをするっていうところと、あとはその人の目を気にしないで大胆にやってほしいなっていうのを、まあ、選手たち、まあ、参加者に伝えたので、まあ、今後の何かのきっかけになればいいなと思って伝えました。